っています。スワッツは気合を入れて追いつきましたね、そしてクリビーレなんですが下がっていきましたが5番手はキープしているようです。レイニーの前にいます。クリビーレが5番手、レイニーが6番手。これは伊藤届きますね。タイムで見ると先ほどのラップでは伊藤が一番速いタイムですからね。そうですよ、これはなんとかくっつけますよね、はい、さあ伊藤に表彰台の目が少しずつ可能性増しているかも分かりません。こちらトップ勢、トップの NSR 勢、 BT とドゥーハン、昨年の全日本チャンピオンのダリノ BT、 去年全日本では5勝を挙げています。ゼッケン4番はダリノ BT です。22歳のオージー、オーストラリア人、そして追っているドゥーハンもオージーです。27歳、昨年92年前半戦だけで5勝、トータルでグランプリ9勝を挙げています。クロスマンズの今ピットが映りましたね。映ってるのが分かってもういいよなっていう距離を作りましたね。さあ伊藤がもう完全に射程距離ですね、完全につきましたねこれ。そしてクリビーレ、レイニーは単独走行の6番手、リカ・チャンドラー、カダローラ、ブラディ、ニール・マッケンジーというトップ10です。宇田川勉は16番手、もう一つポジションアップすることができればポイント圏内ということになります。さあシュワンツが BT の前に出ていますね。ドゥーハン、シュワンツ、BT、伊藤というオーダーになっています。これはチャンスありますよ。レースが16周目、残り3周。ドゥーハンもちょっと、はい、引き離しにかかりましたかね。そんな感じですね。また周回遅れが出ています。27番はレンツォ・コレオーニ。あっと転倒がありましたね。接触転倒ですね、はい、これは激しい。うわー激しいなあ。よかった今車の上乗っかなか、やっぱり車接触したのかな、接触しましたね、あそこのコーナーはやっぱりみんな無理するから悪いですね、おっと、これは別の場所です。別の場所ですか。これは第一試験です。あ、そうですね、はい、マシンが乗っかっちゃったからか、すったんこれライダーは動いてるから大丈夫そうですね、はい、ドゥーハンがトップ、その後ろにまたビーティーが上がってるようです。シュワンツが3番手、伊藤が4番手。ファーストスラップドゥーハン58秒台に入れてきましたね。58秒852、予選で58秒台に入ったのは伊藤ただ一人、58秒976。あ、BT がすごい。おー、BT が、あー、うわー、まっすぎた、まっすぎちゃった。シュワンツが弾き飛ばされましたね、はい、完全に。ってことは自動的に、はい、伊藤が3番手ですね。3番手入りました。これチャンスですよ、これ。これは偉い展開になりましたね。はい、伊藤の表彰台濃厚です、今シュワンツが中入って、はい、ドゥーハンが左に倒そうと思ったらシュワッツがいたんで、はい、そのままもう倒しきれないんでまっすぐ行っちゃいましたもんね、あれは怒るだろうなと。シュワッツに、まあ、押し出されたような格好でしたからね、そのおかげでって言っちゃうんですけど、はい、伊藤選手は逆に良くなったのね、はい、いい方向になってしまった。こちらはケビン・シュワッツ、現在トップに躍り出ています。シュワッツトップですからね、はい、これちょっとまだまだ伊藤は順位を上げる可能性十分ありますね、はい、後ろに振りました。2番手ビーティー、そして3番手伊藤、グランプリフル参戦ルーキー未来を従えて激戦の勇士ケビン・シュワンツがトップを走っています。2周、残り2周を切りました。この周回は BT が前に出てくるでしょうね、はい、あ、ドゥーハンショートカットですね、ドゥーハンにしてみれば去年のホッケンハイム以来1年ぶりの表彰台の頂点、まあ、それも考えられるレースをしていただけにちょっと悔しい。あ、ピットに入りますね。うわ、怒りの爆発になるっていう感じはしないでもないですけど、はい、まあ、どっちが悪いってことないんですけど、結果的にそうなっちゃいますからね、ピットに入りました。ビッグドゥーハンです。いや、普通そのまま走っても別に問題ないでしょうけど、ガクッときちゃったんですよね、今トップ争い。どちらも追いつけないですもんね。そうです、トップ争いは無理ですね、でもポイント取れないことないですからね、走ってれば。さあ、ビーティー、シュワン、そして伊藤というトップ3になっています。受け、あ、難
ストレートでやっぱり抜けませんね。ちゅうことは伊藤目ありますよね。やはりありますね。完全にワンツーが抜けないですから、はい、ここのブレーキングでしか抜けないですもんね多分シュワンツー、はい、このシーンにシュワンツーがテストするかどうかですね。そうですね、これで前に出てみるか一回ブレーキングで、はい、出てみるんだったら、あやはりダメですね。あちょっとやめてますね。一回前出ちゃうと手の内見せちゃいますからね。あなるほどね。とりあえずだから後ろでその測るだけなんですね、はい、ちょっと様子を見てってやつですね。そして自分はいるんだぞっていうのを内側にこうずっといてですね、はい、ビーティングプレッシャーくるわけですね。ロスラストラップは、ね、あそこに入ってくるでしょうから、はい、もう少しかないですか。1コーナーうまく立ち上がれば伊藤はシュワンツを第一試験までにパスすることができますね。あ、はい、おっとちょっとまた触れました。平気で見てるかしかシュワンツは。ファイナルラップに入っています。残り1周きます、ね、シュワンツが前に出ました。シュワンツが先頭です。次で抜かせる。おっとだいぶ滑ってる。次でこれで、あっと1投目、ちょっと1投目一試験頑張り、ちょっとこれでもう1回 BT が前に出ますね。はい、その後シュワンツ足をこう浮かしてますね。あ、そうですね、感じはしないでくれますけど、スリー、しかし伊藤のもう表彰台は確実ですね。確実です、ね、これで様子見て最後のあそこのドンツキでブレーキングでやるんでしょうから、そこまでシュワンツは伸ばしちゃうと勝負を、はい、逆に言えばビューティーがその、それを黙っているんだろうかってところありますね、来るの分かってますからね、はい、モストカーブがあのシュワンツ早いですから ね、 そうですね、ラインをクロスさせて多分ここはついていくだけでしょうね。ね、そうですよね。ドンツキのブレーキングまでは抜かないのかなと言いながら抜いてしまいたいのかな。伊藤も近寄っている。うわー、伊藤が来た。伊藤がスリップを使って前に出るか。伊藤がパス、やーっとパスしていくか。まあ出られない、出られない。シュワンツあれやられたら計算外だから、しかしこれは分かりませんよ。このところでね、今度はBT、シュワンツ、伊藤というトップ3になっている。シュワンツは絶対に来るでしょうね。来ますよ。これ間違いでここしかないですもんね、勝負は。さあ、伊藤が出た、うまい、伊藤が出た、しかしその前に来ちゃった、伊藤が出た、しかしシュワンツまた見返す。その際に来ちゃった。これは逆にシュワンツが始まったね。 BT は儲けましたね。 BT が完全にシュワンツ計算繰りですよ。はい、入ってた。無理ですもん、どう考えても。これは BT のグランプリ初優勝ということになりそうです。2番手ケビン・シュワンツ、そして3番手は分かんないですけど、えらい近づきた。3番手には伊藤。さあシュワンツが迫っている、シュワンツが迫っている。立ち上がりの勝負だ。トップは BT、 シュワンツが背後に迫っているが届かない。ガッツポーズ。そして日本の伊藤が3位表彰台をゲットしました。ダリル BT グランプリ初制覇。そして2位にケビン・シュワンツ、3位に日本の伊藤慎一が入っています。シュワンツはレーニーのことを考えればシャンシャンみたいな感じですね、これ、言い方悪いですけど。そうですね、そして4位クリビーレ、5位レイニーというレースになっています。6位にはチャンドラー、日本の宇田川が11位でチェッカーを受けています。BT のグランプリ初優勝ということになりました。